全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、本日なんですが、しつこいでおなじみコロナウイルスに関して、まあ落ち着いてきてる緩和ムードではありますけど、まあまだまだ手洗いうがいはしていきましょうという中で、とある感染症がコロナの後に蔓延してしまうんじゃないかという話をご存知でしょうか。今日はその病気、そして実際にその可能性はあるのかというところについてお話ししていきます。まずは27日のニュースから。スペインにて25日新たに59人がサル痘ウイルスに感染していることが確認されたことをカロリーナ・ダリアス保健相が明らかにしました。59人は PCR 検査で陽性と判定、うち20人はゲノム解析で感染が確認。スペインでの感染の疑いの例は累計171例。サル痘に対する特定の治療法はないが、天然痘ワクチンに約 85% の発症予防効果があるとされる。 WHO は22日、サル痘が風土病とされていない16カ国において250例以上の陽性確定及び感染の疑いの例があると発表したということなんですが、はい、サル痘って何と思った方多いと思います。これですね、聞き覚えがある言葉で、天然痘ウイルス、これと名前似てますよね。じゃあこの天然痘ってそもそも何なのかと言いますと、紀元前よりですね、伝染力が非常に強い悪魔的疫病でして、その致死率が約 30%。 またですね、治療した後でも顔にね、後遺症とか傷が残るものでして、エジプトとかでもミイラにその痕跡があったりとか、江戸時代には美目定めの病とか言われて嫌われていたっていう記録があるんですね。で、これ現在では天然痘ワクチンの接種、この普及によって WHO は1980年天然痘の世界根絶宣言を行いました。今はですね、アメリカとかロシアの一部の研究機関だけでサンプルとして保存されてるだけというものなんですけど、ただ今回のこのサル痘ウイルスとは直接的にはあんまり関係ないんですよ。はあですよ。てのも、この名前がちょっとややこしくさせてるんですけど、1958年にサルが初めて感染してたってことで名付けられたんですけど、その時に天然痘にものすごいよく似た症状だったから、科学者がサル痘ってつけたんですね。当時はですね、サルだけに感染だと思っていたら、その10年後に人が感染。ほいで今回ですね、2022年の5月上旬以降ですね、アフリカ諸国以外で人間がサル痘に感染する症例っていうのが一気に100例以上確認されたんですよ。このアフリカ以外の国でサル痘の感染者が発生するってことが本当に稀で、世界中が警戒を強めているという状態なんですね。で、今回ですね、国内でも今報道されておりまして、さらにこの日本は外国人観光客の受け入れもしていくというところで、コロナに続くパンデミックが起きてしまうんじゃないかって警戒されてるんですけど、ここに関して27日の朝8時、おそらく5時起きですね、厚生労働省の後藤大臣が記者会見を行いまして、まあ、この米中心に広がっているサル痘に関して、この有効なワクチンについて国内で生産備蓄していると明らかにしたんですね。なんでやということなんですけど、さっきも言ったように、この天然痘のワクチンが有効だという話しましたよね。で、実はですね、この天然痘ワクチン、この病気があまりにも致死率が高いということで、もしこれが奪われてテロに使われた時のためにですね、国家備蓄されてあったんですね。国内企業が天然痘根絶前に開発、その後バイオテロ対策として保管されているとした上で、非常に安全性の高いワクチンが開発されており、サル痘にも有効だと言われてるんですね。なので、コロナの時のようにワクチン開発から始まるということがないので、そこは大丈夫じゃないかなと言われてるんですけど、それはどうでしょう。まずですね、このコロナの致死率が2020年のピーク時でも 5.41、 現在は 0.3% ぐらいです。もっと下がってきてます。しかしこのサル痘は 1% から 10% とコロナウイルスよりもはるかに上回っています。さらにですね、このサル痘がこれまで蔓延しなかった理由としては、人から人には稀にしか感染しない人獣共通感染症でして、まあ、アフリカで流行した時に自然界ではまずリスが持っていたと、これに噛まれたりした時に感染していたんじゃないかっていうことなんですけど、今回ですね、イギリス、スペイン、ポルトガル、ナイジェリア、カナダ、アメリカ、これだけの広い範囲で感染してるというところを見ると、普通に人から人に感染してるように見えるんですよね。ただこれは粘膜の接触が感染経路の可能性もあるということで、これは今調査されてるんですけど、しかも今回のは西アフリカにいるとされている媒介動物っていうのが特定できていないんですよね。しかも流行地域への渡航歴の有無に関わらず、ウイルスを移し合ってる状況、まあ、もしかしたら飛沫とか皮膚と接触することで感染している可能性もあると、まあ、なんかその不安がある中で観光客が増えるっていうのは怖いですよね。せめて原因と感染経路を少しは明確にしてほしいなとは思うんですけど、ただこちら分かってることとしては、このサル痘がですね、先ほども言いました人獣共通感染症だというところで、これ簡単に言いますと、動物から人、そして人から動物に感染したりする病気のことです。ちなみにコロナウイルスもそうでして、最初は海鮮の市場で動物から人に移って、気がついたら人から人に移ってたってもので、つまり同じ人獣共通感染症になり上がったってものなんですけど、ちなみに鳥インフルエンザとかエボラ出血熱とかもそうでして、約150種類くらいあります。めちゃくちゃありますね。ではなんでこういった感染がまず起こるのか、それはもちろん共存していれば起こりうることではあるんですけど、あのエボラ出血熱、これに関してはまだ確立したワクチンとかなくて、まあいろいろ形があるんですけど、ザイール型では致死率が約 90%、 スーダン型では致死率は約 50% と、まあとんでもないものなんですけど、これがですね、爆発的感染を起こした時の例から見ていくと、1990年
年代っていうのがチンパンジーの食肉加工とその食用が引き金であったと考えられてるんですね。っていうのもですね、アフリカ大陸、西アフリカとかではブッシュミートと言いまして、狩猟した野生動物を食べるというものがあるんですけど、地域によってはこれを生活源そして栄養源としたりしているんですね。で、自然界に本来あったウイルスを調理過程そして火を十分に通さずに食べて感染が始まったという可能性もあって、また後ほど解説します。ただこれが文化なんで一概にこれがダメとは言えないんですね。ただこことは全く別問題として絶滅危惧もあります。ゾウとかですね、今回の猿も対象でして、個体が年々減ってるというものがあります。で、話を戻しまして、まあ今でいうコロナに関しては、現在始まりは中国武漢の洞窟にいた大量のコウモリが保有していたってされてるんですけど、問題なのはそもそも始まりは何なのかってところですよ。じゃあなんでそのコウモリが感染していたのか、なんで猿が持っていたのかって話なんですよ。結構ここ謎が多くて、ちょっと話変わるんですけど、これまで今回のサル痘みたいにそういったブッシュミートがある地域からの感染はあったんですけど、北ラオスのコウモリからコロナウイルスが見つかって、これをフランスのパスツール研究所っていうところが調べたら、ざっくり言うとどうも北ラオスのコウモリの方が俺が先の可能性が出てきたんですよね、コロナの形が。つまりラオスのコウモリウイルスがなんで武漢でパンデミックを起こしたのかっていう話ですよ。1500キロぐらいあるんですよ。なので変異を繰り返して移って移って完全体になった場所が武漢だったのか、それとももしかしたら密漁の可能性があるんですね。で、まあ当時ね、今忘れてる方多いと思うんですけど、こういったことからこのコウモリウイルスを武漢の研究所で改変して作られた人工ウイルスこそ今のコロナウイルスだみたいな説が生まれたんですね。まあちょっと話がそれてきたんでこの辺にしておきますが、この人獣共通感染症においてこういったパンデミックを引き起こす危険性、さらにはそれが収束してもものすごい速さで次のウイルスが蔓延する可能性だってあるんですね。で、さっきも言ったブッシュミート、こういったものを踏まえてその最前線だと言われているのがガーナなんですよ。ガーナのアクラのとある病院の前では毎日どこから来たのかわからない数百匹のコウモリっていうのが飛び交っております。このコウモリからはエボラもインフルも検出されています。で、ガーナではこのパンデミックをいち早く察知するためにコウモリの研究を進めているんですけど、ガーナ大学のリチャード講師は研究過程で気づいたことがあるんですね。それがこれはコウモリが感染を広げてるんじゃなくて我々人間が感染を広げてるということ。そもそもの話をすると、野生動物の住環境を破壊してストレスを与え続けて高かった免疫を下げて感染が広がってるということなんですね。なので言い方を変えれば野生動物を狩猟することで始まってるということなんですね。さらにガーナでは木炭というのが重要な資材で、森林伐採はどんどん進んで動物は住環境を失い免疫を低下、それを狩猟して食べて人獣共通感染症が起こってしまう。しかしその背景にはそれを生活としてる人がたくさんいて、やめると生きていけなくなる、それぐらい困窮してるというものがあるんですね。さらに伐採はできるが植える教育が行き届いていないと。なのでその貧困の元をこう辿っていくと、全ては人間から始まってるのではなかろうかということでございます。ものすごい遠い国のことだし大丈夫でしょうと、ここは先進国だから大丈夫と誰も考えなくなった時、それは巡り巡ってこの感染症のパンデミックを引き起こすかもしれませんというお話でした。はい、と今回は人獣共通感染症というところで後半ピックアップしてお話ししたんですけど、もちろんですね、これが原因だと決めつけることも良くないですよね。実際本当にウイルスの研究所から漏れたという可能性だってありますし、そもそも動物と人間が共存する上で免れないことなのかもしれないし、環境破壊してるのはガーナだけじゃないんですよね。でも前回の国紹介の時にも僕ガーナやったんですけど、概要欄貼っております。電子機器の墓場とかチョコレート問題とか、さらにはこういった世界を巻き込んだ感染症のリスクを高める原因もあると。やっぱりね、こういうのを見ると今恵まれた環境に僕がいて、何かこういった影響力を使ってできることは少しでもあるんじゃないかなと思うんですね。まあちょっと今から全然話変わるんで平程度に聞いてほしいんですけど、まあ昔ね、国内のことについて、まあ、将来的に学校建設とか社会貢献だったりとかをやりたいって言ってて、そのための動きっていうのは今水面下で動き出してはいるんですけど、最近はどうもこういった世界的な問題についてもっと先進国は考えて表面化させていった方がいいんじゃないかなと思いましたね。まあもちろん何もやってないわけじゃないです。やってる人もたくさんいます。医療もそうですし、ワクチン開発もそうですし、 SDGs とかもそうです。まあでもそれを身近に考えてる方って少ないんですよね、特に若い方で。それってまず知れないし、じゃあ何ができるのと、それをやって結果的に何に繋がるのってそこからなんですよ。僕もぶっちゃけそうですよ。なのでまずはこういったことを知ることから、それにできる人が率先して何かをやれば意識だけでも変わるんではなかろうかと思います。やっぱりここに関してはもう国の問題になってくるっていうところもあって、寄付だけじゃどうしようもないこともあるんですよね。まだ何かこう詰めて考えてるわけじゃないんですけど、こういったところを発展させる動き、まあ、そういったことの方が大事なんじゃないかなと思いました。まあ、そこに優劣はないんですけどね。またね、こういったことをまとまり次第お話ししていこうかなと思います。はい、ということで今日は以上。結構ね、真面目な話しましたけど、皆さんの感想ご意見をねコメント欄にぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。